こんばんは、大チャンネルです。ということで早速行きましょう。本日のマリーンズの久々の大量得点、16安打8得点を祝福いたしまして、乾杯！最高！これ来ただろ。もう逆転優勝来ただろ、これ。ピッチャーの石川投手は9回2失点、完投勝利あげるわ。打線は16安打8得点あげるわ。ちょっともうロッテ怖くないっすか、ここへ来て。一試合だけで判断するのはまあどうかなとは思うけれども、完全にもう戻ってきたと言っていいよね。いいよね。いいよね、そこの皆さん。ということで、試合を振り返る前にですね、まずオリックスファンの皆様に一言言わせてください。紅林選手、本当に何もなくてよかった。今日しっかり3番ショートでスタメンで出て、ヒットも打ちました。ああ、本当によかった。打ちてよかった。もう紅林選手僕好きだから、本当によかったと思います。さあ、そして気になる試合の方ですね。今日はね、ロッテがいきなり1回から先制点を挙げます。また荻野選手が先頭バッターでヒット打ちまして、その後中村翔吾選手がランエンドヒットで、まあレフト前にヒット放って荻野選手が一気に3塁まで来ますと。そして3番のアリスが倒れた後の4番のスシバーイ。ホームランじゃないですよ。ホームランじゃないですよ。右方向にタイムリーヒット打ったんですよ。この右方向に打てる時のレアル選手はめちゃめちゃ調子いいです。はい、今日も2安打打ってます。デューシス。で、その後バリアはショートゴロに倒れてしまったと。まあしかしね、いい形で先制点が取れました。で、こうなってくるとマリーンズの今年の課題は追加点。3回の表に一挙4点を取ったんですよ。その4点もね、全部タイムリーなんですよね。ホームランなしで。エチェバリア選手のまずタイムリーヒットで1点。藤岡選手のタイムリーで、2点追加。そして、ピッチャーがね、K 鈴木選手に代わって、満塁からの田村選手の押し出しのフォアボールで、1点追加で、これで4点。そして、まだまだいきます。今度は、5回の表、2アウトから、藤岡選手が、2ベースヒットを打ちまして、その後、岡大海のタイムリーヒット。これで6対0です。投げては石川投手が本当によく抑えましたね、うん、本当に素晴らしいピッチングでした。でね、この暴力的なオリックス打線、6点あってもきついぞと、まあ欲を言うとあと2点3点ぐらい欲しいといったところで、9回の表ですね、また翔吾が打ちました、ツーベースヒットを。でアリスがつなぎました。で三木選手がタイムリーツーベース、これ3連打。もう怖え、この打線なんなんだよおい、なんなんだよーだよもうこれ。そしてこの回マリーンズが2点を追加しましたと。で石川選手の完封がかかっていまして、ワンアウトツーアウトと取ったんですが、ここで戻ってきた紅林選手にセンター前ヒット浴びて出てきました。ラオー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 31号のライトスタンドへのホームラン、これナイスバッティングですね。追い込まれた状況であのまま完封負けするのと、1点でも2点でも取り返して明日迎えると違うと思いますから、これはさすが4番杉本裕太郎選手だなというふうに思いました。はい、これで8対2となりましたが、まあ6点あればといったところで、最後もや選手をファーストフライに打ち取ってゲームセットということでございましたね。今日はマリーンズ先発野手全員安打です。お見事。ということで、本日宮川雄大賞誰にしましょうかと、先発野手全員安打ということもあったし、石川投手も好投したし、今日はもうごめんなさい、全員です。ジープーやお前これ、全員です。今日はということで、今日は応援歌の合唱はありません、申し訳ありませんね。だって16安打8得点よ、石川投手投げては9回2失点完投だよ。みんなで頑張ったじゃない今日は。だから全員です今日は。ごめんなさい、今日は全員と言わせてください。はい、ということで今日勝ちまして、今日のオリックスのマジック点灯は阻止しました。そして明日勝った方がマジック点灯です。さらに両先発、ロッテは佐々木朗希投手、オリックスは宮城投手と、本当に見応えしかないこの両チームの投げ合いということになります。首位オリックスとは 1.5 ゲーム差になりました。果たして明日どうなるのか、どちらがマジックをつけるのか、本当に楽しみな一戦になりますけれども、勝つのはロッテです、間違いありませんこれは。ということで明日もね、生配信ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。本日のマリーンズは勝利、マリーンズファイティング、優勝するぞ。